おかわりとブリトロって美味しいかな。いえ、私ちのゆかりちゃんちでの一回のあ、これ二段ごとちゃうな。これ、ここから私の足の間にこう突っ込むよかと足の間にやろうよく見るやつ。足の間にヤマトおんの。もう俺あいつ。びっくりした。足の間にこうヤマトがこう。なんかチンチンのヤマトって言ってんのかな。別って下ネタやん。これから変わるわ。何やヤマかったんですか。今もう分かりました。おい、屋根穴が読んでみな。あの穴が来ねえんで。もう分かりなかった。もう無理くり。キューって今なんかやったことだから、まあ、でも連絡しても全然金かかってない。あんたもそうよ。1ヶ月当たり前に。じゃあ俺もな、今日考えたんだよ。ぐらい音感やろうよ。セブンみたいな。けどほら、あれでとりあえずなんだよ。やっぱり。え？はいよ。もらおうかな。でもあれなんか、ね、これどうなみたいなさ、微妙なのがあるんですよ。なんだろう。けどね、これね、設計値はね、ある種ね、俺はイラッとするけど、まあ、どっかの前に書かれてほんま、あれだね、リボンってほんま仮想か思うぐらいやから。リボンってね、やっぱり売れへん。そこじゃないですね。え？ここじゃないですか。ここじゃないですか。何でも行きますよ。すごいね。ちゃんとレーザーも持ってるし。この世界観で言う感じやな。うん、けどほら、言うだったら何とでも役に立つやんか。持っとったら。もうしまって、もうクラス野生の大工になってんやん。こっちの方がええで。うん。仕事とかできるんですよね。今、しまっち工務店。しまっち工務店。ちょっと安いぐらいですか。ちょっと前に比べたら、もう全然マジなってことは思う。でもそれが反映されない。おっさんのことやるから。やったらやっぱり、そこが少ないときは。まあそうですね。イラックスになるわけな。おっさんの顔見たら、お前、芝居だろうかもね。大概せえよ。日曜日出し上がって、ボケ。週休2日でその金額じゃ、なんともすんねんけど。たまに夜勤とたまにあんねん。いらんねん、そんな。行くんすか。行きたくないねん。基本意見、若い子らしい。いや、俺は行きたくないねん。そこまで金欲しないわ。ここいらんねん。もう夜勤なんかあんの？多分でも店舗関係とかあんまりあったらね。ああ、そうか。しまってからの。ああ。いらんねん。どうにか多分ね、金積まれてもいいでもねえもん。まあ、確かに、なんか夜働くってテンション下がるよね。飲んでる時間にしますよ。バカじゃん。俺だから別に金積まれても俺はほんま行きたくないな。いらんで。お父さんに足りへんかった。ああ、ありがとう。夜勤からだ。いらんちゅうね。うまい。ありがとうございます。おっさん一人出てくるボケどうせ暇しとるやろ。4月の6年最後のやん。もう、ほんまおっさんの顔で、ほんまずっとイラッとする。死ねボケよ、もう。結構穏やかじゃないですか。この前ラーメンの動画見とって、めっちゃラーメン食べなって、煮込みそうやろ。そう。煮込みそうあれ好きやもんな。こうじゃん。いつも煮込みだから。あれ見て。抜けたら。うわめっちゃ行きたい。コロナ開けてから一回も行ってへんから。ああ。で、うわめっちゃまた美味しそうに食べてんね。食べ方ちゃんとしてる。煮込みそう最初は混ぜんと。一応あれはこうちゃん流の食べ方やからな。いろいろと聞いてたから。俺はもうほんま、中級がね、今の給料かなって思ってる。お前、あれ、
まあ、まあ、でかいところで収入さん結構出ますからね。土曜日出たらなんとかあるもんね、ダイワハウスとか。そう、多分それならへんと思います。そういうふうにならへんですよ。職人はやっぱ出たいやつは出たいから、ね、それ悲しい。それせんと終わらんもん、終わらんもん、だから肯定的にね、無理無理、それは大事だったどうやらに合うで終わらんで、はい、ありがとうございます。いや、肯定がきついときは僕らも休まるんです。じゃあね、大ワールドからきっちり休みやん。だから嫌なんですよ。それなら結局ね、もう初めはええ感じでいくんやけど、最後もぐちゃぐちゃよ。そのくせうるさいやろ。何もないですけど、でももうやっぱり最後の方はただ絶対ぐちゃぐちゃになってくんねん。もうこの日からこの日したいな、ババ見た？ババって言うな、ババって言うな。ちゃんとフォローしてくれたんや。はい、いいよ、戻し飲むんかい。あるな。来日？でもこれは大日じゃないけど。なんとかとかっていうプラスバース。なんとかってないやん。全然分からへん。ちまち名前なんていうとこやったっけ。なんとかかんとか。なんか難しい名前やな、漢字のな、ほら。ほらだ。言わせ。大日。三ぐらいな。イオン。あ、でもこれは違うけど。リオ。じゃあバトル。分かれ。けどこれはこれで、はい、あのセットが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 これ、M サイズ。ベースがそう、逆にそうか、ピチッとしとかなあかんのですよ。だってな、一番外に着る服じゃないから、ね、こうじゃな、砂糖で、砂糖と塩とマヨネーズでこれ和えたいね。もうほんまにあの少々しか使えへんから、多分全部。あ、ごめん。多い。もう多いけど。ごめんな、悪いな。これは何？塩。あ、これ砂糖。砂糖。あいつ落ち高速ね。ありがとう。それあれですか？パンみたいあれ。もうちょっと。そう。俺の頭の中では絶対うまいはずやね。なんか毎年ちょっと新しいモデルになったけど。これしようね。あ、悪くなんや。あの駆けつけたからから。じゃあね。なんか何家とか多い書き込んでるからもわかんないけど。変なの。なんか。醤油がなあ、あった方がいいのかどうか今ちょっと考え中やねんけどな。うまっ。
早くない？え？知れてる。何？知れてる。7時ですか？明日6時起きぐらいの、うん、6時起きの6時50分って言ってるから。みっちゃんでーす。はい、前のはい、ありがとうございます。どうだ？何だ？マジかおい。マジか。それ寂しいやん。マジか。マジか。マジか。これな、大根の剣あるやん。あれをな、天マヨ砂糖塩、これが俺な頭の中でちょっと絶対うまいやろなって想像してたんけども、思ってた100倍うまい。パッと見た目は春雨のサラダみたいな。これな、あの発明やわ。あのね、ちょっとちゃう、あの俺が想像してたのよりもすごい。もう大丈夫や、120点180点。わーすごい、これはすごいわ。もう、いやこれなすごいわほんまに。あの何なんていう、なんやろう、砂糖がすごい仕事してるし、まあ、塩も輪郭を出してこれで、ほんでまあマヨネーズやな、ここの組み合わせ。これ大根おろしでして今もええかもしれない。めっちゃうまい。だから剣はもう、剣はこれで出した方がいいよ。絶対。絶対よ。あの、塩は？塩、砂糖は？バケルで。バケオルで。ほんまびっくりしたもん、俺。あの、頭の中で想像してたんと、あの、なんていうかな、桁が違う。全然ここまでか思ったもん。ないとこは、あれでも、あんなもう、全然こんなもん。絶対高い。ちょっとびっくりした。一発で何年か。すいませんね。私も、あの、本人の立場ですから。すごいっすね。自然の方にスタジオに来たんで。もうすぐ、もう、近くもあるじゃん。近くで遠い。行け行け。あれだから慣れてる人が見たらまあまあみたいな感じだけど、全然知らないとか出ればいい。一般人の人がいいよ、僕は。へぇ、すごいすごい。あれくらいまで足場を崩してるのが、シートね。そうそうそう、シートを、